キチャンネル。こんにちは。月曜日、ソチェック。はい、のお時間でございますけども、なんとまだお昼です。はい。今、日曜日の、夕方ちょっと前、これからですね、これが終わったら、マツダスタジアムにね、広島ホームテレビさんの解説でですね、土曜日フロントドア出て、広島ホームテレビで、広島対巨人の解説をするという、まあ、J スポーツでも流れますけども、ね、まあもう、この動画を見てる皆さんはもう終わってますけどね、広島も大事にしてくれます。ありがとうございます。はい。ということでですね、これから変則日程結構多くなって、3連戦じゃない時もありますけども、このさずざきチャンネル、それに合わせて変更、仕事の都合でできませんので、まあ、月曜日、金曜日に、出していきますんで、そこら辺はね、まだ続くかもわかんないですけども、やっていきましょう。だから、パリーグもね、金曜日なかって、土日月って続いていきますけども、もう土日で、で、月曜日出して、っていうのにね、やっていきますんで、皆さんそこはご了承ください。で、あとはですね、今日、ね、今日だからナイター解説して、で、明日、朝、もう、今日も朝、もう早朝の、新幹線で、東京に帰って、で、一回ラジオの収録一発入れて、で、そっからZOZOマリンに、解説に行くんですね。ロッテ対日本ハム戦を。なのでですね、動画を撮ってる暇がないんで、もうこれは分割やって言ってね、仕事の効率化を図るっていうね、ところで、まずですね、金、土、だからパリーグは土曜日の試合ですね、を一発で試合前に撮ってですね、で、終わってから、夜にですね、一発撮れば時間短縮できるんでね、だから今ね、明るいですけども、どっかから急に、ライトがついて暗くなります。そこら辺は、もう自然に見てください。はい。さあ、ということでね、行きましょう。まずはですね、パリーグから。はい。首位攻防戦。ね。オリックス対ソフトバンク。まあ、西武がね、1位、2位、3位でね、並んでるっていうところですけども、まあ、土曜日の試合ね、オリックス対ソフトバンク。5対2でオリックスの勝利っていうね、単独首位ですけども、今、日曜日の試合、デイゲーム途中負けてますっていうね、ところですけども、10日ね、5対2でオリックスね。オリックスね、先発山本。だからこの試合絶対勝たなきゃいけない。だからまあ来週もソフトバンク山本来るけども、もう山本が投げる試合ポンポンポンとあと3つね、絶対勝っていけば、これね、オリックス断然有利じゃないのかっていうところはね、佐々木の良さでございます。でも今日千賀で勝ってるからね、このオリックスね、山本、ソフトバンク千賀、ここのね、兼ね合い。で、西武は高橋コーナーね、あとは日本ハムとね、ロッテには負けないっていうね、ところが大事になってくるんじゃないのかっていうところでね、この5対2でオリックスね、山本っていうところでね、だけども危なかった。オリックスはね、初回、ミスのオンパレードっていうね、ところで、初回のね、1回の表ね、三森、セカンドで内野安打、内野安打ね。で、ここでシュート、バンとする。でね、別にそこ問題ない。で、若月取りに行く。ね、問題ない。投げた、大暴投、高投、バッと。まさかの。で、ノーアウト一三塁になって、今度ね、牧原のショートゴロ。もうでもね、これはね、もう内野後ろ下がって、もう1点 OK ですよ。もう仕方ないですよっていう。でもね、ダブルプレイにしては打球が良かった。前に突っ込んできてね、投げようと思ったら、ショート、紅林。握り損ねて、ワンテンポ遅れて、ファースト投げたら、牧原内野安打、セーフ。記録は内野安打。でもエラーみたいなのも、エラー2つ。バッバッ。ね。で、そっからね、ノーアウト1塁になって、こっから柳田三振。で、デスパイにフォアボール与えて、満塁なるワンアウト満塁。ここで柳町を、3、2、3、ダブルプレーガッツ。この踏ん張りでかかった。オリックスにとっては。ここね、万が一、ソフトバンクに2点、3点いかれてたら負けてたかもしれない。でもこの1点で踏ん張ったね。山本。グッツ。ナイスピッチング。ね。で、なんと4回にもね、オリックスはミス。はい。ワンアウトから、デスパイのショートゴロ、紅林が大ボット。あんな余裕持って投げちゃダメ。もう取ったらワンステップで投げる。ね。でもその後、柳町グラシアル連続三振、山本浮く。さすがエースの象徴。ね。でもその中でね、オリックスはね、1点取られた後に、2回の裏はね、この1点返したの大きい。ね。宗がね、先頭でフォアボール。で、足立送りバント。で、杉本三振するけども、この紅林のね、センター前、タイムリーヒット。だけどもよ、ショートへ、ハーフライナー、今宮。バットの先っぽだったから、揺れてたのかな画面上ではわからない。取れなくて、センター抜けていく。ハーフライナー。もうグラブ当たるか当たらないかぐらい。これ今宮ね、だったらやっぱり取らなきゃいけない。これを。ね。でもセンター抜けていった。ね。ミスって言うのかミスって言わないのか。これはもう皆さんによってあれだけども。ね。俺はミス。今宮だから。ね。で、これで1対1の同点になって。
で、3回裏、ね、ツーアウトから吉田正尚、もうあとここホームラン欲しいぜっていうところで、高め、結構高かったけど、ヘッドさせて、バットスイングで弾丸ライナーで突き刺さっていくから、ホームラン。これで勝ち越し。で、4回の裏、ね、ワンアウトから杉本ツーベース、杉本お帰り、ね、復帰、ね。で、紅林レフト前ヒット。で、ワンアウト一三塁から、キャッチ、若月ね、パーンって打って、ね、キャッチャーゴロ。で、杉本飛び出しちゃって、そこなんで飛び出した？キャッチャーゴロよ。まあ、でもね、挟まれて、何度かね、二三塁になったからよかったけども、この時にね、三本間挟まれて、シュートだったと思うんだよね。このね、惜しかったね。杉本お相手行って、さっきね、タッチしていくけど、リクエストだったけど、ちょっとわかんなかったね。タッチしてるかどうかがね。あれ、スーパープレイだったけどね。まあ、仕方ない。でも、ここワンアウト取ってね。で、その後、ね、長谷川敬遠して、ツーアウト満塁から、なんと、ルーキー、ね、渡辺春人、ね、慶応大学出身、プロ初ヒット、初タイムリー、ね。で、2点。これ大きかった。グッね。ピンチをね、出したと思ったら、そこでね、最後、渡辺がね、打つっていうね、ソフトバンクにとっては痛い、2失点。ね。でも、オリックス取ったら、グッとバッティ。で、5回の裏ね、大城がタイムリーツーベース打って、まあ、この5対1になった時点で、まあ、ちょっとジエンドって感じかな。で、7回表にね、今宮がホームランをつけても、まあ、全体的にソフトバンクが4安打。ちょっともうね、攻撃の手出しかなっていうね。まあ、ここ山本ね、ミスも多かったけどね、やっぱ山本投げるときオリックス、ミスしちゃダメ。危ないよ。負けたら優勝できないよ。でもね、しっかりね、その後勝ち切ったっていうところは大きかったんじゃないでしょうか。さあ、続いて、西武対日本ハム。ね、ゲーム差なしで挑んだところ、なんと、9月10日、日本ハムに1対2で、負けるっていうね、セーブは、日本ハムは勝ちっていうところで、まあね、日本ハム先発伊藤、8回113球、3安打5三振、1四球無失点と、まあね、コース、低めとしっかり投げて、まあボール先行してね、若干苦しいかなと思ったけど、そこからね、崩れないのは、さすが。グッド。ナイスピッチ。で、しっかりね、8回0点の抑えて、ね、1点取ってこれも勝ち投手かっていうところだったけどもね、で、セーブ先発松本ね、7回106球、2安打8三振、3四球1デッドボール無失点と、まあ初回大ピンチ、ね、ここを、しのぎ切り、ね、乗り切って、あと勝負どころでね、三振取れたのが大きかった。だから勝負どころパンパンっていうね、結局は最後勝負どころで打たれるか打たれないだから、そういったところでは勝負どころね、パンパンって、ね、三振取れたっていうのは、まあね、去年今年としてのね、松本のこう成長してきてる証なんじゃ、ないのかなと。ね。で、その中でね、日本ハムはね、初回、ね、神川とフォアボール。で、松本ね、送りバント試みるも、ファールフライでアウト。ね、もう打たしてもいいんじゃないかのかな。首位打者だよっていうね。で、今度、ライト前ヒット。ね、ストレートを打って。で、石井フォアボール。で、このワンアウト満塁から、今川ね、サードゴロ、清宮ね、ファーストゴロと、ここをね、松本踏ん張ったのは大きかった。だからまあね、両者ね、全然、だから日本ハムは4安打。で、西武は5安打。だからもうほぼチャンスないのよ。まあその中で、やっぱりね、西武は山川がね、この1週間ほとんど打ってないっていうところが、やっぱりきついよね。ここが機能しないとっていうところはあるけども、まあその中でね、8回、ね、0対0の中からね、ピッチャー西武ね、松本から平に変わって、ワンアウトからね、松本フォアボール。で、ワンアウト1塁からダイソー杉が出てきてね、近藤に外からのスライダー、真ん中入って、右中間抜けるタイムリー、ね、先制、1点。近藤、グッと、ナイスバッティング。これでね、日本ハムは伊藤に勝ちつかせて、勝ちたかったところなんだけども、まさかの9回裏、ね、ピッチャーがね、石川直也が出てきて、ね、ワンアウトから森フォアボール。最後ギリギリ森踏ん張ったね。あのハーフスイング。ね、ギリギリ。ね。で、山川、センターフライ。で、ウネンティフォアボール。ここフォアボール痛かったね。で、その後、ツーアウト一塁から中村拓也にね、レフトへタイムリーヒット。でね、西武はね、ここ一気に決まかった。決めたかったから代打栗山出したの。で、フォアボール。で、ツーアウト満塁から西川ね。これセンターフライ。ここで一気にね、決めたかったけど、これね、なんとか追いついたのはね、さすが。これもスンって終わると思ったけどね。で、来るのはね、ここよ。10回表。問題の。ね。ピッチャー、増田です。はい。で、ワンアウト、ツーアウトがね、近藤に、ライトスタンドで勝ち越し、決勝ホームラン、近藤。でも近藤完璧よ。ね。でもこれ、カーブ、外からの甘め入ってホームラン。いや、ここでね、ちょっと考えましょう。ね。西武バッテリーは。まず、初回にストレートをね、近藤にライト前ヒット打たれました。でね、で、次フォアボール。で、8回に、平をね、外からのスライダーが甘めに入って、完璧に右中間を抜かれるタイムリー打たれましたと。で、10回、外からのカーブ、ね、ホームランです。一緒じゃん。一緒のように打たれてんのよ。
長打。それだって、まあ、外スライダーいい感じで打ってんだから、そう、きっちり投げなかったってあれだけど、甘めに入ってね。だから、ここら辺もまっすぐ打たれたから変化球みたいな。でも変化球ちゃんと打たれてんのに、まっすぐスライダー、じゃあカーブにしとこうみたいな感じだったのかな。だからここら辺はね、その、同じように、なんか、デジャブかっていうぐらい、あの、宇宙界のタイムリーとホームランが同じように打たれてるから、なんかちょっと簡単に外スラだったら外からの変化球だったらいけるやろうっていうね、ちょっと簡単なようにね見えるね感じ方から、まあピッチャーもねちょっと甘かったっていうのはあるけども、そこら辺はねもうちょっと考えなきゃいけないね。だってもう長打だけダメなところで、その真ん中気味に変化球ね投げる方もあれだけどね、ここもうちょっと考えよう、もったいないね。でも結果2勝1敗で、あ、2勝1敗じゃない、まだあの今やってるからね、あの今セーブ勝ってます餃子で、はい。でもどうなるのかね、まだ夜解説します。はい。2対1でね、日本ハムの勝ちです。これはね、ちょっと痛かった。まあでもギリギリ追いついたからね。でも日本ハムは伊藤にね、勝ちつかせたかったね。あともう松本内に行ってもいいんじゃないのかなっていうね、ところはあります。はい。続いて、楽天対ロッテ。ね、楽天はもうね、あと 2.5 ゲーム差になって、ここ追いかけていくぞってね、もう5位ね、ロッテ、6位日本ハムには負けられないっていうところで、なんとマークに立って、元前ね、ロッテ、これで4対6で楽天負けるっていうね、誰が想像したっていうね、ここは絶対勝ちに行かなきゃいけないところ、負けるっていうね、中でね、楽天先発田中マー君、5が103球、9安打2三振、2四球6失点と、まあ、10敗目です、自身ね。全体的にね、なんかフォームもね、力強さもね、足のなんか力入れ具合もね、踏み出しもね、もう全体的にちょっとね、緩く見える。なんか、だからこれじゃちょっとなかなか苦しいと思う。で、その中、高くなって甘く入ってっていうところでね、まあ打たれるっていうね。まあこれはもうちょっとね、その、まあ結果ヒットになるかホームランになるかは別として、それはまあいい感じでね、打たれちゃうよねっていうね。中で、2回表ね、井上がレフトにツーベース打って、安田がね、ファーストゴロ、三塁進塁。これはね、OK、グッド。ね。で、角中がライトに先制タイムリーヒットっていうね。これもね、詰まりながら、前進守備じゃなかったら普通のセカンドフライだった。でも前進守備引いてるからね、ちょうど超えていったっていうね、楽天としては。まあ、不運のね、1点。で、その後、松川がファーストゴロでアウトになってね、まあ、セカンド行ってから、これ、茶谷のセンター前タイムリーヒット。これ大きかったね。1点で終わらず2点っていうね、しかも下位打線でっていうね。で、その後ね、3回に、荻野がフォアボール。で、高部バンドしてね、茂木がこけるエラーってね、バッと。どうした？ホームグラウンドよ。言い訳できないよ。こけて。で、中村ね、送りバンド失敗。バーッとどうした、まあ、鈴木大地取ってから早かったけどね。ミスをミスでやり返す。これどうなってくるんやと思った瞬間に、山内がね、高めに抜けてきたスライダーを、レフトスタンドへホームラン。グッ、ナイスバッティング。11号ホームラン。いいね、いい感じだね。俺はずっと使った方がいいよって前から思ってたよ。ね。で、ここでね、3点。おいおいおい、マー君どうしたと。で、5回の表にね、2アウト。3、2アウトからね、安田が3ベース打って。ね。これも、センター立つみ。残暑立つでしょ。残暑立つ。ね。残念、そこに立つみ。ね。残暑立つ。残念でした、立つみになっちゃったよ。あれ、立つみなら取れるでしょ。で、これがね、スリーベースになって、で、ツーアウト三塁から角中がね、セカンドへ、タイムリー内野安打。ね。まあ、二遊間寄りになってね、まあ、浅村がジャックルしたっていうのもあるけどもね、まあ、あれ取っててもセーフかな、どうかなっていうね、ところだったけども、この日ね、角中が3安打。なんとね、2年ぶりっていうところでね、まあ、角中もね、ちょっと年老いてきて危なくなってきてるところだからね、自分の身が、まあ、これはね、本人にとっても大きいね、3安打になったんじゃないでしょうか。ね。まあ、これでね、5対0。あ、このままもうすんなりいくな。あ、6対0。思ったけども、なんとね、5回裏にね、あの、浅村のスリーランホームラン。これはね、ちょっとバッテリーね、考えを、元前ね、あの、勝ち、星つく目前でね、スリーラン打たれてピッチャー交代で勝ち星つかずっていうところだけど、これね、浅村へね、対応っていうところでね、1打席目チェンジアップをね、ライトに打たれてんだよね。で、2打席目、このインコースのカットボールを詰まらして内野ゴロなんだよね。で、3打席目、2打席目とね、全く同じ配球いくのよ。そら、浅村もバカじゃないんだから、対応するよ。で、カットボールね、2球続けて、思いっきりね、引っ張られて、ホームランっていうね。このね、そういったところのやっぱりね、駆け引きをね、もうちょっと、ね、勉強していかないと。その、打ち取ったから同じことってやってても、相手もね、こんなもうベテランの超、有料バッターなんだから、それは考えてくるよね。だからそこら辺はもうちょっと続けるんじゃなくて、そこ行くなじゃなくて、もうちょっと振りながら行くとか、もう最後そこでずっと勝負みたいなね。そらさすがに打たれますよっていうね。で、浅村、頑張って。ね。で、これで6対3になって、で、6回ぐらいね、2アウト2塁から山崎剛のね、センター前タイムリーで、6対4になって、いや、これいけるかなっていうところになったけどね。まあ、なんとかリリーフね、
踏ん張ったかなっていうね、ちょっとゲレーロがね、登録抹消されてどうなんやろっていうね、あとこの西野がね、勝ち投手になるんだけど、このどういう兼ね合いで勝ち投手なんだろうっていうのがね、ちょっと分かんなかったけども、まあこれはね、だから楽天としては、このね、まず初回ね、ワンアウト一塁から島内、鈴木大地が打てずに1点取れず。で、7回、ね、ツーアウトからだけど、鈴木大地もう一回ヒット打って、ツーアウト二三塁から岡島がね、アウト。ね、で、8回、小深田ね、フォアボール。で、辰巳デッドボール、ゲレーロからね。で、山崎バンドを送って、ワンアウト一塁からね、銀次、ね、の、ここで1点取れず。これはね、荻野。ぐっすろも完璧ね。あそこじゃないとアウトにならないという完璧ぐっすろ。だここで点取れなかったのが痛いし、マークで負けたのがね、痛いね。しかも今、記事で負けてる。まあどうなんだろうね。っていうところで、6対4で勝ちです。ロッテ。さあ、続いて、セリーグの、金、銅の試合です。日曜日はね、まだ後で付け出しますから。まずは、ヤクルト対広島。ね。広島はもう3位に向けて負けられないぞっていうところでね、首位ヤクルトとどんな戦いをするのか。もうヤクルトはね、もうあとちょっとずつ勝っていって優勝するだけっていう中で、9日の試合、7対6でヤクルト。で、10日の試合は7対15で広島っていうところでね、まあ今日ね、どういう展開になるのか、これから解説いきますからね。そこら辺はっていうところでね、9日の試合、7対6でね、ヤクルトっていうね、まあ両チーム打ち合いです。ね。広島大瀬良ね、まあ結果論だけどもね、これは、まあ難しいよ。問題としてはね。でも5回で変えてよかったね。やっぱり笹岡監督がね、まあ監督、ね、ピッチャー出身のだけにね、やっぱりちょっと気使うかなっていうね、そのピッチャーの気持ちとかね、ちょっと考えてやったりとか、もうお前に任すんやからエース押せなって言ってね、頑張れっていうね、思いもあるだろうし、まあ笹岡監督もね、ちょっと引っ張りすぎたって言ってたけどもね、そこら辺やっぱりピッチャーの監督だから、やっぱり非常にちょっとなりきれないのかなっていうね、ところはあるんじゃないのかなって感じましたね。で、大瀬良はね、5回3分の2、108球、9安打3三振、1球1デッドボール、7失点ですからね。もうだって5回で4失点してたから、まあ変えてもよかったかなっていうね。で、ヤクルト先発を、小沢ね、5回83球、6安打2三振、1球4失点。もうこちらはね、もう5回とスパッと変えたっていう、こういうところがちょっとね、勝ち負き、なったかなと。で、ヤクルトはね、6回表、小園はね、ワンアウト1、3塁から4、6、3、ダブルプレー。これね、セカンドやもね、若干マイナス方向だったけどね、これナイス判断でね、しかもショートの長岡も取ってから早かったし、ね、このダブルプレーはね、非常にグッポイント。このね、試合をね、大きく影響させる、ダブルプレー、だったかなと。で、ヤクルトはね、2回に村上がね、ホームラン、スライダーがちょっと真ん中目に入ってね。で、広島はその後ね、大瀬良がアウトコースのスライダーコツンと当てるだけでね、ライト前ヒット打って、ライト3ターンもね、ファーストに投げようと思ったけど、ひょっとしたらファースト入ってなかったのかな、あの判断をファーストかと思ったけどね。で、ここで1対1の同点になったけども、ね、で、広島ね、4回表に、松山の犠牲フライ。で、その後ね、相沢のサードゴロの間に1点取って、ここで終わるかっていうところで、上本ね、レフトよりタイムに、この3点取って、おー、広島いけるぜっていうね、やっぱ上本帰ってきてなんか回の厚みが良くなってね、めちゃくちゃいいね、この上本ね。で、その後、4回の裏にね、オスナのタイムリーツーベースヒット。ね。で、5回の裏にね、塩見がツーランホームランっていうところでね、ここでも変えてもね、よかったかなと。で、その中で6回ね、長岡にツーランホームラン打たれて、で、その後ね、塩見にタイムリーツーベースで、まあ、7対4。で、7回の表にね、なんとかね、この田口の冒頭で2点取るけども、ね、ちょっとね、時すでに遅しみたいなね、感じだったけども、このね、ワイルドピッチ、また、中村手だけで行って、体で行かないと。軽い。軽すぎる。しかもバッターね、空振りスイングしてるっていうところでね、それは絶対後ろにやっちゃいけないのよ。バッと。ね。で、このね、6回裏の塩見のね、センターのタイムリーツーベース。ね。この一塁ランナーね、丸山がね、しっかり走って、ね。走ったところにショートがね、入んだよね。小園がセカンドベース。そこ逆疲れてね、左中間抜けていくんだけど、ここのね、ラインドヒットがうまく決まったっていうところも、あるしね。まあ、これはやっぱりちょっと大瀬良ね、投げ出しすぎたかな。まあ、結果なんだけどね、ここ難しいけど。まあ、7対6でね、ヤクルトの初戦は勝利。はい。で、続いて10日ね、7対15で広島の勝利っていうところでね、もう本当に、解説、しようがないですね。初回、ヤクルトがね、山田哲人のセンター前ね、タイムリーっていうところでね、まあ、これもね、一打席目、塩見が宇宙帰ってね、ちょっと若干ね、野間をファンブルして、塩見よく見てね、三塁まで行って、ぐっすろ、ぐっすろね。で、その後ね、山崎幸太郎ね、ピッチャーゴロ、塩見がね、挟まれてアウトになるんだけども、これね、しっかり踏ん張って、山崎がね、しっかり三塁まで行くっていうところもね、非常に良かった。ぐっすろね。その後山田がセンター前、あ、これこのままの流れでヤクルトかなと
思ったら13回表に球団新記録1イニング12得点ね、もうえげつないよ。もう解説しようがない。でもここでね、一番キーポイントはね、ノーアウト満塁でね、上本がサードゴロ打った時に村上がホーム投げて若干それて中村の足が外れちゃうんだよね。ヤクルトはね、これ村上バーッと、これがねアウトを取ってたら、まあ正直何点、もう3点かぐらい、4点ぐらいで収まってたんじゃない。その後ね、もう連打連打でね、で堂林がホームランね、で野村にもタイムリーヒット打たれて、で最後は坂倉と上本のね、1イニングね、1イニング3ホームランだからね。そういった、あ、上本プロ入り初ホームランおめでとう、ホームランね、これちょっと痛かったね。でも4回の裏よ、今度はヤクルトが村上のねライトでツーベース、これ堂林ポヨヨーン万歳バッと、あれはダメです。はい、でその後ね、中村レフト前タイムリーね、で代打内山もライトにタイムリーヒットね。これはね、これも堂林の飛び込みは仕方ないよ、あれも飛び込むしかないよ、それかもう後ろに走るしかないからね、あれは仕方ない。で塩見ね、で山崎幸太、あ、こちら山崎幸太郎の時だ、堂林のダイビングはね、だからあれは仕方ないね。でフォアボール、フォアボールで、ここね、広島が勝ったのはね、もうこれね、森浦よね、このワンアウト満塁から島内がね、フォアボール、フォアボール出してオスナに対してね、これ543ダブルプレー、最後アウトコースチェンジアップ、しかも3-2からゴッピッチ、あれもしボールで押し出しになってたらひょっとしたら負けたかもしれない。このね、森浦のね、このあとよく、ここはね、佐々木監督よく変えたね。でもちょっと野村引っ張りすぎたね、もうちょっと早めに変えてもよかった、3失点ぐらいした時からね。でもこのね、森浦への交代のタイミングをね、グッと素晴らしかった。しかも森浦が期待に応えてね、最後アウトコースをチェンジアップギリギリのところで引っ掛けさせて5ね、4-3ダブルプレー、これでね、その追加点許さず、ここがねキーポイントだったね。でその後6回表にね、野間がタイムリースリーベースで、西川タイムリーって、ここで3点取ってね、まあこれは試合決まったなっていう、ところでね、まあ広島としてはね、非常にこの勝ち大きかった、2連敗しなくてねいいっていうところでね、まあヤクルトはちょっと小休止かなっていうね、ところで一勝ずつ積み重ねていくのが、どうなるのかねっていうところです。今日からね、対戦カード、変わりますから、だからヤクルトと広島はね、1勝1敗の五分でした。はい、続いて巨人対中日、9日1対3で中日、10日2対5で中日、中日の2連勝、これはジャイアンツ対最下位可能性ある。でまだ中日ね、これでクライマックスシリーズね、進出まだちょっと首の皮以上は残ってるね。でのこのね、9日の試合、こう解説ね、佐々木言ってましたけども、巨人戸郷ね、これホークの精度が最初からちょっと悪かったね。でもストレートの勢いよくて、そこでね、力強さで非常にね、グッと抑えて、でスライダーのね、コンビネーションって、で徐々にホークがね、しっかりコントロールできたっていうところで、まあ、立ち上がりちょっとね、ホークの制球悪かったかなと。で、中日先発、オードね、これ、いい球悪い球がちょっとはっきりしててね、状態は多分決してね、良くなかったと思う。でも、この3回のね、ダブルプレー、序盤、これは大きかったね。あと、巨人の中田もね、外のね、ツーシームかな、ボール球手出しちゃって、ダブルプレーになったりとか、そういったところがね、ちょっと中、大野をね、救ったっていうところはあるけども、なんと大野ね、このね、6回表にね、アリエル・マルティネスがセンター前タイムリーヒット、詰まってたよ。詰まってた。その前もまっすぐがね、振り遅れて空振り三振。だからね、ジャイアンツのあの配球はね、間違ってないのよ。でも、詰まりながらね、打ってね、右手で最後押し込んだね。で、そのセンター前打って1点取って、こっから大野がね、蘇って、めちゃくちゃ制球の精度が上がってね、非常に、このなんか、気持ちでね、やるタイプなのかな。非常にいいピッチングに繋がったかなと。で、巨人はね、2回、岡本の、センター、スリーベースで、1点取れなかったのが痛いね。でもあれね、センターね、大島行ってジャンプして取れなかったのね。で、フェンス直撃からね、この、リバウンドね、これをね、アリエル・マルティネスね、カバーリング行ってないのよ。で、パラレーンであってから行ってね、スリーベースっていうね、俺カバー、ああいうのしないの嫌い。バッと。ね。でもそっからね、ポランコ三振取ってね、しっかりね、抑えたっていうところは、王のね、グッピチ。巨人は痛かった。でね、巨人はね、もうこれも正直ね、終わるかと思った。7回ね、オードンが投げて、で、ロドリゲス、完璧。で、ライデル・マルティネスって言ったら、ね、丸が、フォークボール、スプリット、バックスクリーン、ホームラン、グッパッて。だからあれ、ストレートが若干差し込まれてるから、スプリットが、ちょうどいいタイミングになったんだよね。で、これで1点取って、おぉ、延長どうなるんや、って言った時にね、
で、ここでね、ジャイアンツはね、その中田がセンター前ヒット打って、代表、そう、増田が来るんだよね。ここでね、ライデル・マルティネスが牽制めっちゃして、警戒するんだよね。それによってなかなか走れなくて、まあ結果ね、岡本三振取って、このポランコのとこに盗塁するんだけどもね、まあ最後ね、2アウト1塁から重信がね、ヒット打てないで、1点取れなかったんだけども、これがね、10回表、ね、今度はピッチャーね、大勢出てきた、守護神ね、で、中日はね、先頭小林フォアボール。これ痛かったね。結果論としては。で、ここでね、三好がね、バンドするもうまくできなくて。で、どうするんやろうと思ってたら、小林通る。で、セーフ。しかも、大城ね、バッテリー、ピッチダウトで見破ってんのに、まあ、若干ね、大体数の球で、ここら辺来たんだよね。ここら辺来てたらよかったんだけど、ピッチダウトしてここら辺来たから、これ焦っちゃったね。で、ポロンチョって。ジャックル、バット。でもよ、まあ、ピッチダウトしてるからね、まあ、牽制そこまでしないけどね、もうちょっとね、このライデル・マルティネスとこの大勢との違い、もう警戒のちょっとね、薄さっていうところがね、岡林にいいスタート切られたかなっていうところはあるけども、まあね、ピッチダウトするって言ったらね、まあそこまで牽制しないけどね、ポロンチョ痛かったね。で、その後、三好がね、バントするんだけども、大城がね、サードって言ってんだよ。だからサード来た、ファースト来たものはね、サード投げるよね。セーフ。タッチプレイだからね、あれフォースプレイだったらアウトだったけども、ここはグッと我慢してファーストが良かったね、ちょっと焦ったね。で、ノーアウト一三塁から俺とこどうすんだろうと思ったら、初球なんと阿部にセーフティースクイズ、完璧、阿部、グッと。で、岡林のスタートも良かったし、ね。これで1点、これね、もう、盗塁もそうだけど、立浪采配がいける。これはね、采配で勝ったね。まあもちろん選手がね、それを結果として出したって、躍動したっていうのが、まあもちろん一番だけども、策で勝ったね、戦いだったね。で、ワンアウト二塁になって、今度大城のパスボール、バーッと。もうバタバタです。で、ビシエドがね、この試合ずっと打ってなかったチャンスで、ね、打てなかったけども、最後ライト前ね、打って、この1点、非常に良かった、ビシエド。ね。では、結果ね、その裏、清水が完璧なピッチング、初セーブ、おめでとう。でね、勝ちっていうね。まあ、試合展開としては、ドラゴンズのね、ずっといい流れだったけども、策で勝ったね、この試合だったね。続いて、10日の試合、2対5でドラゴンズっていうね、2連勝っていうところになったけども、ドラゴン先発、小笠原ね、7回3分の1、126球、4安打7三振、1球2失点の、ちょっと球数多くなったけど、やっぱりチェンジアップスライダーっていうところのね、精度が良くなって、ナックルカーブだけにね、こだわらず、非常にね、丁寧に、いいピッチングできたかなと。で、巨人先発メルセデスですね、5回3分の1、89球、6安打3三振、1球2失点。まあまあ、メルセデスとしたら、俺は頑張ったんじゃないのかなと思う。しかも前半ね、いい形で出て、で、5回にね、アリエル・マルティネスに、外すらね、ライトスタンドに打たれて、これはもうね、打った方をね、褒めるしかない。で、6回表ね、ワンアウトから、阿部がね、内野安打、ビシエドがね、ツーベース。で、木下がセンター犠牲フライっていうね、まあ、これは仕方ないかなと。でもね、このドラゴンズの試合ね、なんと言ってもね、ビシエドがね、ここら辺に最後ね、ヒット打った。このね、復調で気分良くなって、なんと4打数2安打1打点とね、やっぱビシエドが打つと、ドラゴンズ打線ね、いい感じで回るね。で、ここでしっかりね、2点取ってね、で、8回の表にね、岡林スリーベース、大島フォアボール。で、ノーアウト一三塁から阿部アウトになるけども、ビシエドがね、センターへのタイムリーヒット。で、木下犠牲フライで、アリエル・マルティネスのタイムリーツーベースで、こう3点取ったのね、非常に多かった。で、8回裏にね、ジャイアンツはね、大城のタイムリーヒットでね、2点取るけども、まあ、全体的に5安打。で、その中でね、岡本が3安打っていうところで、もう打線繋がらず、これはもうジエンドっていうね。まあ、岡本がここからさ、やっぱ復調していかないとね、ジャイアンツのエクラスっていうところはなかなかないけども、この2連敗はジャイアンツにとって痛かった。ドラゴンズにとって大きい2連勝になりました。続いて、DeNA 対阪神。9日9対2で DeNA、10日7対0で DeNA。DeNA の、2連勝っていうね、形になりましたけども、9日の試合ね、DeNA 先発上茶谷ね、初回四球連発。これね、よくね、2失点で、防げたね。これ大きかったね。だから初回ね、中村フォアボール、糸原フォアボール。で、ここで近本大山にね、タイムリー犠牲フライ打たれて、ワンアウト一塁からもう露発ね。最後ダブルプレーと。これ崩れかけたけども、ここでね、2失点で抑えれたっていうのは非常に大きかったし、で、そっからね、うまく持ち直していったっていうところでね、5回75球、4安打2三振、3四球2失点と、非常にね、踏ん張って勝ち投手になれたかなと。グッピチ。ね。で、阪神先発ね、藤波。4回3分の1、76球、7安打5三振、1球7失点、ワイルドピッチもあったけど、まあまあ、こんな日もある。ここでね、大事なのはね、悩みすぎるな。ね。こういう時もある。ここで悩んだらね、元通りになる。だから、悩みすぎないで、まあこんな日もあるさ、と思ってね、次の登板に向けて、今までやってきたことを、引き続き考えすぎず、やるだけ。ね。テーマは一つ。考えすぎるな。こんな日もある。はい。っていうところでね、DeNA は4回表にね、牧がホームラン。
で、7回、4回ぐらいね、牧がホームラン打って、7回裏に、5点、7得点するんだけどもね、まあ、ここでね、オースティン時に、冒頭連発っていうところでね、まあ、フォアボールも重なるけども、でも結局打たれてるからね、打たれてるのはいいのよ。ね、気にするな、ちなみに。ね。で、ここでしっかりね、DNA は7点取って、ね、勝ち越したっていうところは大きかったけども、まあ、藤波のね、これ2度のワイルドピッチ、1球目はね、これ止めれない、仕方ない。でも2球目は梅のね、あれは取ってやらなきゃね、かわいそうっていうところでね、まあそこら辺はね、まあキャッチャーの兼ね合いもあるけども、あそこは梅のね、頑張ってほしかった。でね、佐野のね、レフトへのツーベースの時にね、ショートね、中のレフトロハスのね、間に落ちるっていうところでね、この、三塁線ね、あれロハス取れたっしょっていうね、こういったちょっとね、不運もあったからね、藤波そこはね、切り替えていこう。ね。でね、ピッチャーカジュアルに変わって、で、ここでね、2球目にダブルスチールするんだよね。で、ここでね、DNA、グッと。このダブルスチールはね、正直ね、大きかったね。このダブルスチールで、ちゃんとね、準備してるんだよね。いけるっていうところをね。そういったところで、結局ね、得点を重ねて、まあ、勝負ありっていうところかなと。で、阪神はね、2回、3回、この初回ね、2点取って、2回にね、佐藤がツーベース打って、こっから木浪、梅野、藤浪ね、点取れずっていうところでね、まあ、ここで3回、ね、ワンアウトからだけど、糸原、近本が連続ヒット打って、大山、ロハスがね、点取れない。ここで1点でも取ってたら、阪神はね、勝てたかもわかんないけども、まあ、5回のね、7失点でそこでね、8対2になって、まあ、ちょっとね、試合は決まっちゃったかなと。で、10日の試合、7対0で DNA っていうところで、DNA、石田ね、よく投げたね、6回91球、2安打6三振、3四球無失点っていうところで、若干腕がね、遅れ気味に出てくるんだよね。遅れ気味に出てくるけど、そっから腕が遅れて投げないで、しっかり腕が触れてついてくるんだよね。これによって、バッターね、若干タイミング取りづらい。だからそこ差し込まれたり、変化球ちょっと泳ごさりして、非常にね、このフォームのバランスが良かったかなと思って。グピチ。で、阪神先発ね、森木ね、2回3分の2、58球、5安打2三振、29、5失点。まあ、なったけど、まあ、これからだからね、いろいろ経験してやっていこうというところでね、まあ、一つ気になるのが森木ね、若干肩が開くの早いかなっていう。まあ、でも、まあ、そんなめちゃくちゃ見てるわけじゃないからね、そういうピッチャーなのかもわかんないけども、若干肩のね、開きが早くて、手をね、こっちに触れないでね、だから、こうなったら開くの早いじゃん。でね、こっちに押し出すんだよ、こっちに。それによって、球速出てたとしても、球のね、力強さがバッタクになる。こう来て、ここに入れなきゃいけないんだけど、こう来て、こう押し出す。これがね、ちょっと俺はね、見ててね、すごい気になったね。それによって、やっぱね、見ててスピードの切れ感っていうかね、力強さが若干欠けるんちゃうかっていうね、ところで失点になって、まあ、DeNA はね、初回、2アウト2塁から、牧がね、レフトへ先制のタイムリー打って、で、3回にね、コアラライト前ツーベース、関根フォアボール。で、サノアウトになって、マキアウトになるけども、まあ、宮崎敬遠して、ツーアウト満塁からね、楠本が、ライトへね、2点タイムリー。で、ツーアウト2、3塁から、戸柱のね、セカンドゴロ、山本がね、悪送球っていう。このね、悪送球も、まあ、それは問題あるよ。でもね、島本ね、カバー入ってない。これね、ランナー2、3塁だから、キャッチャーカバーいけないのよ。セカンドランナーのケアしなきゃいけないからね。その時に、このね、ロッテの広畑は言ってたよ。ピッチャー島本がね、あそこはホームのベースカバー行こうとしすぎたのかな。でも、ファーストのベースカバー行ってたら、後頭をね、取れたっていうところはあるからね。だから、あそこのカバーリングっていうのはね、俺はね、ピッチャーもね、大事にしてほしい。で、このね、8回裏にね、ワンアウト1、2塁からね、山本のピッチャーゴロ、これね、セカンドに投げるんだけども、ショート山本、セカンド入ってないじゃん。多分来ると思ってないじゃん。で、ワンアウト1、2塁でピッチャーゴロ来たら、セカンド絶対来るじゃん。それか、二遊間どっちが入るかちゃんと決めてなかったのかな。で、そういったところのミスでね、失点っていうのも痛かったけども、まあ、タイガースとしては3安打しか打ってるか、ないからね、ちょっと打つ手なしっていうところだけど、ちょっとこういうとこね、守備ちゃんとやってなかったら、もうカープと今 0.5 ゲーム差だからね、今日の試合のどこでね、状況では A クラス、B クラス変わっちゃうからね、まあ、どうなんだろう。これはね、夜しっかり解説していきたいと思いますし、ちょっとね、阪神焦ってるのかな、ちょっとミスが増えてるところが気になるなっていうところです。DA ではね、ここしっかり勝って、まだね、マジック点灯させないぞと、首の皮一番優勝残ってるぞっていうね、もがき苦しい2連勝ね、大きかったと思います。はい、ということで夜になりましたっていうか夜中になりました。はい、広島で巨人戦、ね、マツダスタジアムで、解説、ホームテレビでやってまいりましたけども、夜です。はい、ということでね、ホテル帰ってきてましたのでね、総チェック続きね、やっていきましょうということでね、広島対ね、巨
巨人というところでね、7対0で巨人の勝ちです。はい。いきなりね、初回、坂本ヒット。で、丸がね、ライトスタンドへホームラン、ツーラン。で、2回、ウォーカーがね、左中間へのホームラン。で、3回ね、中田翔がツーランホームランで一気に5点、ほぼ試合終了です。はい。ということで、広島の先発ね、エンド、2回3分の2、58球、6安打、2三振、1四球、5失点というところになったけども、立ち上がりから、もう変化球が高すぎる。ストレートはね、結構走ってて、思った通り、ファールとかね、打たせれてたんじゃないのかなと思いますけども、まずこのね、初回、坂本にね、高めに抜けたフォーク、カーブをレフトに打たれて、で、その後ね、丸に、これスライダーらしいんだけどね、カーブっぽい感じなのを高めに浮いて、それをね、ライトスタンドへホームラン。まあ、最悪仕方ないかと思ったら、まあ、2回ね、このウォーカーへ、ワンエンドワンからカーブ、高め抜いてホームラン、バッと。意識しようぜ抜けてんだから、しかもワンエンドワン、ワンアウト、ランナーいない、低めのワンパンとか投げやすいやん。ね、磯村も、もっと低めとか、低くとか、やんなきゃ。スッて投げて、スッて打たれてる。で、このね、中田へのホームランは、もう変化球もワンパンだったり抜けたり、もう投げる球もなくて、ツーボール、ツーストライクから、もうストレート投げてね、初球のストレートバーチコーンってね、超大型ファールね、打っててもそうだけど、中田は1打席目ね、ストレート若干詰まりながらね、アウトになってるから、そこ修正するためにまっすぐ狙い撃ちね、しに来てる中、もう変化球も制球できないと、投げる球もなくて、アウトコースストレート行った球を、バチコーンってね、完璧な一打で、ツーラン、5対0、エンド。ね、これだから変化球のね、精度が悪かったのが痛かったね。で、逆に、巨人の先発ね、赤星。5回91球、2安打6三振、3四球無失点、5ピッチ。ね、ほんと立ち上がりから、しっかりね、コース、ね、ツーシームも良かった、ストレート、あとフォークボールも良かった、スライダーも良かったっていうところでね、非常に丁寧にね、コースにしっかり投げていったっていうところは非常にね、素晴らしい、ピッチング、だったと思います。ね。で、その中でね、若干コントロールミスした時に、それがね、全部ね、ボールになっていくんだよね。こういったところもコントロールミス真ん中に入んないところもね、非常に良かったかなと。で、あとね、カープはね、この3回ね、ワンアウト一三塁、先頭ことのフォアボール。で、磯村ね、サードゴロ、二塁行って、ハツキがね、センター前ヒットっていうところでね、このワンアウト一三塁って、これ堂林ね、フォーク空振りからのね、このシュートツーシーム空振り、これ痛かった。で、その後ね、野間がセンターフライというところで、この3回の裏にね、1点でお前は取ってればっていうね、ところで、あとね、4回にも続けてね、2アウトから坂倉フォアボール。で、代打大森がね、センター前ヒットで、一三塁。で、小園フォアボールで、ツーアウト満塁になって、スリーボール、ワンストライクからね、ツーシームファール。で、最後ね、ストレート、三振。ここで、一点でも、取ってればっていうね、状況で取り切れなかったのが痛かったね。で、6回、坂本が、タイムリーを打っていって、まあ、これでね、勝負あったからっていうね。で、7回、ウォーカーがね、この日2本目のホームランっていうね。で、この日ね、2番に坂本を置いたんだけど、この坂本が4打数3安打1打点とね、非常に打線のね、つながり良くなって、この2番坂本がね、かなり、打順的には良かったかなと思いますね。もうカープはね、全体的に5安打、この3回4回にね、得点取れなかった時点でね、まあなかなか厳しかったけどね、まあエンド低めにっていうね、まあホームラン構成で、巨人のね、7対0で勝ちでした。続いて、DeNA 対ヤクルト、ね、1位に首位攻防戦っていうところになりましたけども、ね、ヤクルト岡はね、先発、7回110球、5安打4三振、無四球、無失点、ガッペッチ。完璧でございます。制球も良かったしね。で、DeNA の先発ね、大抜き、7回106球、4安打7三振、2四球、1失点、ガッペッチ。完璧です。ね、めちゃくちゃコントロールも良かったし、ストレートの精度、低めの制球っていうところもね、ほんと文句のつけられないぐらい素晴らしい投球だったんだけども、ね。この1体で問題は5回表ね。先頭は青木ね。内野安打ね。で、中村三振で、長岡の時にね、青木が盗塁成功して、で、中岡アウトで、2アウト2塁からよ。問題の小川の時にワイルドピッチ、股の下抜けてね。で、しかもよ、これね、対小川に対しても打たれないようにしっかりね、初球フォーク、2球目ストレート、まだフォークって言ってんのよ。それ股の下抜けてワールドピッチ。バーッと、ミネイ。だからミネイがね、こういうとこなんだよね。もう多いんだよね、勝負どころでの。ね。んで、
一番問題あるのはね、こっからなのよ。このね、まあ、ピッチャーとはいえね、まあもちろんスリーボールにしたくなかったっていうのはあるかもわかんないけども、まあピッチャーの大関もね、岡っていうところでね、野手に対しての投球をね、若干できなかったっていうのはあるけども、ワイルドピッチして三塁行った後ね、バッターどう思うかって、ストレート来んじゃないのって思う。その時にど真ん中来てね、センター前タイムリーヒットよ。これが一番ダメなのよ。それだったらスライダーとか他にもあるじゃん。このね、変化球ワンパンして、ワイルドピッチになって走者進んで三塁行って、次ストレート打たれるのね、一番ダメなのよ。キャッチャーがやったら、まあ対ピッチャーっていうのもあったかもわかんないけどね。これはね、問題ある点の取り方。しかもこの1点でね、負けたっていうところでは、DeNA としてはね、まあなかなかね、っていうところもあるし、あとはね、DeNA ね、ちょっとね、宮崎がね、チャンスでダブルプレーになったりとか、ブレーキになってね、この日も4打数ノーヒットと、その前のね、牧が猛打賞を打ってるだけに、打線をつなげられなかったっていうところでね、この宮崎がなんかね、ちょっとこう調子がね、落ちてるっていうところも痛かったかなっていうところもあるしね、9回裏もね、この2アウト2塁から外がね、3塁、カシャーンってね、ライナー打って、村上がね、ギリギリ取ったあの村上のガッツポーズっていうね、ああいったところもね、村上の気合の入り方っていうかね、どうにかしたいっていうところもあるし、でも、DeNA もチャンス作ったのよ、8回もね、ツーアウトから小原がツーベース打ったけども、代打オースティンがね、サードゴロで、アウトになったり、そしてね、5回にも森がヒット打ってね、大抜きをグルバンド決めて、ツーアウト2塁からね、小原、アウトになったり、4回もね、ワンアウト1塁から宮崎三振、外ね、レフトフライっていうようにね、チャンスは作ってるけどね、1本出なかった。ここはね、小川がね、しっかり粘り強く投球したっていうところのね、このね、無四球っていうところがね、やっぱ勝ちに繋がったかなと。あと最後はワイルドピッチング。だから今日は村上、小川ナイスはね、0点で抑えてね、タイムリーでその1点で勝つっていうね、非常に小川、グッとね、峰井はちょっとね、そういったところ反省しなきゃいけないね。これでマジック11でございます。ヤクルトの1勝0敗で勝ちでした。1勝0敗じゃない。1対0で勝ちでした。はい。続いては、阪神対中日。5対0で阪神の勝ちっていうところでね。まあこれなんて言ってもね、先発西純也ね、5回3分の2、98球、5安打4三振、1四球無失点と、まあピンチは作ったけども、その勝負どころでのね、このストレートの精度、力強さ、フォークの落ち方っていうのはね、非常にグッピッチ、グッと思います。あと中日先発勝つのね、6回100球、7安打4三振、1四球、1デッドボール、5失点とね、まあ前半粘り強くね、投げてたけども、これ得点してくれてればね、大きく変わったと思うんだけども、ここがね、今日ね、ドラゴンズが、やっぱここね、勝負どころで一本出なかったっていうところはね、痛かったかなと。初回もね、こう、ツーアウトながら一、二塁チャンス作るけども、アリエル・マルティネスがね、三振して、得点できずっていうところとね、5回ね、木浪のね、エラーで高橋が出て、大野を送りバント決めて、辻田がね、ヒットを打って、ワンアウト一、三塁から、まあ、勝つのね、まあ、ここは仕方ないけどね、盗塁までしたけども、三振で岡林がね、ヒットを打てず、無得点。ね。で、6回、ワンアウトからね、アベフォアボール、ビシエドがね、センター目打って、ワンアウト一、三塁から、アリエル・マルティネス、インコースズバッとね、見逃し三振、あそこは西純也、ナイスボール。で、その後ね、高橋周平もね、三振っていうところでね、まあ、ここで1点でも取れてればね、状況は大きく変わった中で、ここね、勝負どころで1本出なかったっていうところはね、やっぱり今日の中日のね、敗因の一番のキーポイントだったかなと。で、阪神はね、4回、2アウトからね、こちら、近本がね、ポテンヒット。あれどうにかなんなかったのかな、アリエル・マルティネスって思ったけどね。で、大山もレフト前ヒットで2アウト1塁からね、5番原口がね、引っ張り込んでね、レフトへタイムリーヒットっていうね、この2アウトから得点。ここがね、ドラゴンズと違うところだったね。で、6回の裏にね、中野レフト前、ね、でも走塁でね、アウトになるっていうね。で、糸原、ライト前。で、近本アウトになるけども、大山デッドボール、原口フォアボールで、佐藤がね、2アウト満塁からタイムリーツーベースを打って、で、木浪のね、このタイムリー非常にでかかったね。で、このイニングね、4点取って5対0。まあ、これで、勝負、あったかなと。しかもね、西純也の後ね、岩佐田、そして、浜地ケラーとね、ヒットを打たれるもなんとか踏ん張ってね。だから、ドラゴンズもね、チャンスは作ってんだけどね、まあ、初回とこの8回ね、ダブルプレーになったりとか、この1本連打っていうのをね、繋げられなかった。で、阪神はね、今日勝って、カープにね、0.5 ゲーム差でまで縮められてたからね、この1勝っていうのは非常に良かった。で、次ね、阪神対広島、火曜日からね、なるんでね、そういったところでどうなるのかっていうところはあるけども、
この試合ね、しっかり勝ち切って、まあ、西がね、本当にピンチを作るけども、勝負どころでね、最後コントロールよくね、低めコースで高めフォーク落とし切ったっていうところと、やっぱりね、ドラゴンズはそこをキーポイント打てなかったっていうところがね、勝負の、展開だったかなと思います。結果ね、5対0で阪神の勝ちです。はい。続いて、楽天対ロッテ、3対2で楽天の勝ちって逆転勝ちっていうところでね、先ほどですよ。先ほどっていうかもうだいぶ前だけども、お昼のね、夕方の時に、今ロッテが勝ってますって言ってたら、その後なんと小深田のスリーラン、小深田ってやつ、まあね。試合を振り返っていくとですね、まあ両先発ね、ロッテ小島、そして楽天ね、岸っていうところでね、小島7回97球、2安打1三振、4四球無失点と、もう勝ち投手の権利持ってて勝ったのにも勝てないっていう、どんだけ不運やっていうね。で、楽天先発岸ね、8回97球、4安打5三振、1四球2失点と、まあ粘り強く投球したことによってね、小深田のスリーランで勝ちがね、転がり込んでくる、あと1勝で150勝ね、頑張る岸っていうね、ところで、ロッテはね、4回表、先頭ね、荻野フォアボール。で、高部アウトになるけども、中村がライト前ヒット打って、山口がね、犠牲フライ。で、井上のセンターヒットで、2アウト1塁、2塁になって、安田ね、アウトコースのチェンジアップうまくね、すくったね、このタイミング、ちょっとずらされながらもね、これでタイムリーでね、しっかり2点取るっていうね。で、その後ね、お嬢も、強音とお嬢もね、いい形で、まあ、その4回の裏はね、安田のファンブルで出るけども、しっかりね、辰巳をダブルプレイで取ったりですね、5回も先頭ね、岡島、フォアボールで出すけども、その後ね、隅田にダブルプレイで取ったりね、こうやって要所要所ね、しっかりランナー預けても、ダブルプレイでね、しっかり抑えてきて、いい流れの中ね、まあ、1番このね、楽天取ったら、もう俺これ7回見てね、あ、もうこれロッテ勝ったなと思ったのよ。先頭ね、島内ツーベース。で、銀次がファーストゴロで進塁打打って、ワンアウト三塁からね、辰巳のファーストゴロね、あれ中途半端だったね、多分ゴロゴロだったけど無理やと思ってね、止まっちゃってね、この3本間挟まれてアウトになってね、バッターランナーのね、辰巳もセカンドまで行けずっていうところでね、これがちょっと中途半端で、あ、これ流れないなと思ってね、まあ、このままロッテが勝つなっていうね、だってロッテ4アンダーだから、あの会社がほぼほぼ攻撃してないからね。で、そしたら8回の裏ね、ピッチャーね、もうゲレーロがいないから、カラカラがね、上がって、先頭渡辺ね、代打、レフト前ヒット、鈴木大地アウトになるけども、山崎剛ね、あれ、こう粘りながらね、このレフト線、ツーベース、あれね、大きかったね、体勢崩しながらも。で、ワンアウト2、3塁になって、小深田がね、ワンボールからカットボールね、引っ張り込んで、スリーラン、ビッグ、スパイラン。この一本でね、すべてを救ったね、多分ね、今日負けてたら、楽天、ちょっと A クラス厳しかったかなっていうね、ところもなってたけども、この勝ちでね、まだ、ね、首の皮一枚残ってるっていう。で、あとロッテはね、これ勝ってたら、ひょっとしたら3位まだチャンスあるのかなと思ったけども、これ負けちゃったから、もう、無理だよ。だって俺は見てないけど、だってビッグボスが言ってたんでしょ？テレビ出て、フジテレビかな？もう1位から4位まで面白いですって言って、ね、でもう、だってビッグボスの中ではもうロッテは無理だって言われてんでしょ？なんか厳しいね。でも、月曜日、マリンでロッテ対日本ハム戦ね。それやり返せるか、ロッテっていうね。で、なんとちなみに佐々木解説でございます。今広島ですけども、明日朝一で帰って、で、ラジオの一回収録挟んどいて、で、マリンで解説しに行きますからね。でもなんと、ロッテには非行です。佐々木、今年、ラジオ、テレビ、どの分野でも日本ハムの解説をした時に、日本ハムの勝率 100% でございます。まあ、今年最後になると思うけどもね、この 100% のまま終わるのかね、この今年無敗のね、記録が止まるのか、どうなるかわかりませんけども、明日ね、マリンで解説でございます。でもね、結果はね、楽天、3勝2敗で、ね、あ、じゃあ3対2で、小深田ホームラン、ナイス。楽天の逆転勝ちです。ついで、西武対日本ハムね、3対0で西武の勝ちっていうところで、西武先発、ヨダね、5回97球、4安打2三振、3四球と、ここまでね、トミー・ジョン手術あったり、育成にね、なったりっていうところでね、そっからしっかりね、復活してきてね、育成からね、10勝、おめでとう、グッと、ね、パナソニックリーンのヨザも、喜んでるよ。東北市にいるヨザも、こう3兄弟、喜んでるよ。ね、この10勝ね、素晴らしかった。しかもね、最近若干ね、ストレートの質、力ちょっと落ちてかなっていうねところはあったけども、この日ね、特に高めのストレート有効的に使って、しかもそこにね、伸びきれっていうのがね、バッターの対応を見てたら出てきたのかなっていうところでね、非常にいい形のねピッチングで、5回ねしっかり投げ切って、このね10勝目素晴らしいでね、日本ハム先発ポンセね、6回117球5安打5三振2球3失点と、まあ、ポンセもね、その自分のその役割っていうかね、その自分のピッチングは十分したんじゃないのかなと。まあ、その中でね、2回中村拓也のねセンターへのホームラン、
で、3回の裏、ね、金子がスリーベースを打って、で、源田がね、またスリーベースを打って、森が犠牲フライっていうところでね、まあ、完璧にいいね、点の取り方。でも、ポンセとしてもね、そう、打たして取るっていう中でね、まあ、この6回3失点はね、もう非常に十分合格点じゃ、ないのかなと。で、日本ハムはね、全体的にね、5安打。特にこの初回ね、上川畑レフト前ヒット。で、松本をね、送りバンド。で、近藤レフト前ヒット。ワンアウト一三塁からね。で、ここで近藤がね、盗塁成功。するもんね、木村がね、三振。で、古川がね、ショートフライで、これね、1点取る。ここ痛かったね。立ち上がり。これ立ち上がり1点取ってたらね、バタバタっていったかもしれないけど。で、2回もね、2アウトから、谷内がセンターへのツーベース。アルカンタのフォアボールで、2アウト1、2塁から上川畑ね、アウトっていうところで、この1、2回どっちかで点取れたらね、この3点ひょっとしたらなかったかもわかんない中でね、得点できなかったのはきつかった。で、4回もね、2アウト1、2塁からアルカンタからね、センターフライと。だからチャンスは作ってんだけどね、前半。で、6回もね、ピッチャー淀川佐々木に代わって、フォアボール。で、暴投。で、ここで清宮アウトになるけども、中島拓也フォアボールで、ワンアウト1、2塁から、ピッチャーね、森脇に代わって、6、4、3ダブルプレイ。この源田のグラブトス。うまかったね、源田。グッドプレイ。ね。やっぱ、こう、ランナー出しても、ここのね、序盤で得点できなかったっていうところがね、日本ハムの敗因だったかなと。あとは逆にね、その与座も踏ん張ったし、このね、森脇の、ダブルプレイっていうのはね、非常に、効果的だったかなと。で、まあ、西武はね、終盤、ランナー出すけども、なかなかね、連打っていうところが出ずにね、チャンスらしいチャンスはなかったけどもね、この2回3回しっかり得点をね、取ったっていうところで、いい形のね、勝ち方。でも8回裏のね、この、源田がね、セーフティーして、で、森がね、内安打。で、ノーアウト1、3塁からね、山川、中村滝は鈴木でね、1点も取れなかったっていうところはね、ちょっと明日に気を向けてね、心配だね、ここら辺の打線のつながり。で、山川がね、ちょっと最近調子は落としてんでね、ここの復調が待たれるけども、その中でね、まあ3対0でしっかり勝ち切ったっていうところは、西武としては大きかったんじゃないでしょうか。はい。続いて、オリックス対ソフトバンク。4対3でソフトバンクの勝ちっていうね。まあ昨日ね、山本由伸でね、ソフトバンク負けてて、今日千賀を立ててね、これで負けたらいよいよね、危なかったところをしっかりね、勝ち切ったっていうのは大きかったんじゃないでしょうか。でもエラーがちょっと多くて危なかったね。まあその中でね、初回ね、ワンアウト一塁からね、ピッチャー山崎幸はね、スライダーね、柳田のあのホームラン、あれでレフト入るんだからね、すごいよね、柳田。ナイス。でもこのね、序盤の3失点。まあ中島監督も言ってたけど痛かったね。でもね、一番痛かったのはね、この3回の1点。三森のね、ホームラン。この4点目が痛かった。3点だったらまだなんとかだって、このね、流れも悪いしね。でもあの三森ね、インコースね、山崎咲ちゃんもしっかり投げたよ、ちゃんと。あれをで、ね、ホームランに打ったね、三森はね、行く。素晴らしい。ね。で、その後ね、6回の裏にね、オリックスはね、吉田フォアボール、杉本センター前ヒット。で、胸アウトになるけども、T 岡田がね、ライトヒット。で、紅林の時に、三森がね、ファンブル、エラー、まあ、こけちゃったっていうのもね、あるけどね、まあ、ここで2点取って、まあ、その後ね、伏見頓宮っていうところで、これで1点いきたかったけどね、まあまあ、ここでね、2点取って、で、8回の裏ね、杉本センター前ヒット。で、胸のね、ファーストゴロをね、今宮、まあ、ちょっとね、低投したけどね、今宮なら取らなきゃいけないっていうところでね、補給ミスして弾いてね、ノーアウト1、3塁から、T 岡田アウト、紅林アウト、で、小田の時にね、振り逃げ。これね、甲斐が、手につかずね、こけちゃって、で、その後、頓宮がね、レフトでタイムリーヒット。さすがにあれ、セカンドランナー帰ってこれないかな。で、その後ね、長岡が三振っていうところで、まあ、このチャンスね、ミスもね、二つのミスソフトバンクあったから、オリックスはここでね、同点に追いつけれてればっていうのはあったけどね、9回ね、モイネルのがあって、な、吉田正尚がヒットを打つけども、杉本ね、胸アウトっていうところで、まあ、1点届かずっていうね、ところでは、ソフトバンクはね、この3つのエラーがね、この、すべてね、失点に絡んでいくっていうところではね、これ負けてたら流れ的には危なかったしね、危ない、試合展開だったけどもね、この柳田の先生のね、スリーランっていうところでは、これがね、非常に、大きく、チームにね、勝利を導いたかなと思います。でもね、千賀で勝ったのは大きい。本当これ負けてたら痛かっただけにね。で、月曜日もね、まだ、月曜日も変わるんだね。まあそういったところではね、この直接対決っていうところで一勝一敗っていうのは大きかったんじゃないでしょうか。ね、結果、ソフトバンクの勝ちです。一勝一敗かなっていう感じです。はい。ということでね、今日の試合のチェック終わりましたけども、ちょっとベストラインはですね、ちょっと調べれなかったんで、これ後々どっかで出すんで、今日出しません。
で、もしくは帰りの新幹線の中で、もう今から寝ますけども、なんとか頑張りで調べれたら、映像じゃなくて、文字だけで出します。もし出せなかったら、それまでちゃんとやって、金曜日に出すかもわかんないんで、ちょっとそこはね、ご勘弁ください。ちょっと時間的に無理でした。頑張ってね、帰ってきてから、本当にチェックしましたけども、なんとか厳しかったんでね、それはご了承ください。ということで、月曜日、総チェック、おしまいです。今週も最後までプロ野球楽しんでいきましょう。どうなるんでしょうか。どこが優勝、ヤクルトは間違いないけど、パリーグはどうなのか、セリーグの3位はどうなのか。皆さん、楽しんで最後まで応援していきましょう。それでは。